ディス。プラケです。ペコル生後388日目、プラケのレオパ育児に付き合っていきたいと思います。今日はルナとホチも上げていきますので、よかったら最後までご覧ください。はい、ペコルさん。はい。前回はね、人工飼料だったんで、1週間ぶりの冷凍コロギでございます。はい、オッケー。やっぱりコオロギのが、でも人工飼料もね、3匹ともよく食べてくれたんですよね、前回ね。ちょっと白いから脱皮前かな、ペコさん。コオロギ汁がすごいね。はい、3匹目。でも週2回にしたら割と良い食いつきですね。はい、じゃあ3匹食べたので体重測定をしていきます。よいしょ。はい、89g ですね。はい、というわけで生後388日目のペコルさんはコオロギ3匹で 89g という結果でした。はい、では次ね、ルーナにあげていきます。はい、では続きましてルーナですね。ルーナは生後361日目ですね。もうちょっとでルナさん1歳になります。良い食いつきですね、相変わらずね。はい、はい、3匹目。上手に食べれましたね。はい、では体重測定をしていきます。よいしょ。はい、101g ですね。はい、というわけで生後361日目のルーナさんはコオロギ3匹で 101g という結果でした。で最後ホーチにあげていきます。はい、じゃあ最後ホーチにあげていきます。ホーチもルーナと同じく生後361日目ですね。はい、ホーチさん、ご飯。変わらずでかいね、ホーチーさん。じゃあ最後、3匹目。はい、どうぞ。はい、はい、OK。 はい、3匹食べれました。ではね、体重測定をしていきます。はい、どうぞ。はい、よっと。これ、尻尾が壁についちゃって。はい、110g ですね。110かな。はい、というわけで生後361日目のホーチーさんはコオロギ3匹で 110g という結果でした。
はい。でですね、今回ちょっと最後ね、ちょっとお知らせなんですけど、まあ大体次ね、多分3日後、多分5月の7日に餌やりをするんですけど、5月の7日が、ルーナとホーチーの誕生日になります。で、そこでね、うちの3匹のレオパベビー、まあもうベビーっていう大きさじゃないですけどね、もう 110g になって、まあですがね、ちょうど1歳になるということで、まあ、ここでね、一旦体重の増減もね、だいぶ落ち着いてきたので、一旦ここで、プラケノレオパ育児日記ね、次回の回でね、一旦終了としたいと思っています。ですのでね、よかったらね、次回1歳を迎えるルーナ放置、まあ多分ペコルも一緒にやると思いますけど、まあ飼育日誌、まあまたね、YouTube に映らないってことはないとは思うんですけど、まあ、とりあえずね、こう定期的に餌やりのたんびにあげるのはね、ちょっと最後になると思いますんで、よかったら次回もね、見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで、じゃあ次はまああれかな、5月7日にアップできるか8日になるかわかんないですけど、次の動画でお会いしましょう。プラケでした。バイバイ。